Hello! Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Donc on va commencer par ça. 65. On va faire en auto, ça ira plus vite.
命の重みを味わいなさい。隠れる。Faire juste cette run, finirai les runs après. Après, je vais attaquer l'histoire.同点技能超無一角フッハ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 うちがいるんだから負けないよ。逃がさない。殴ったね。うちのとっておきを食らえ。命の重みを味わいなさい。気をつけて、スワローグ。助けて、スワローグ。はっ、はっ。同点技能、超無一角。重傷ね。殲滅開始。ほら。逃がさない。殴ったね。命の重みを味わいなさい。隠れる。Bon, du coup, je continue pour valider. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever en 4. 4 runs devraient suffire à compléter les personnes. Les mobs que je dois tuer pour la quête.逃がさない。
同点技に超無意企画ふっはっはっやっ動かないでね、今祝福してあげるから、うちのとっておきを食らえ、殴ったね、逃がさない、薬を飲みましょう、気をつけてスワローグ、クラールから離れる、今だ、重傷ね、殲滅開始、同点技に超無意企画ふっ、殴ったね、眠るといいわ、隠れろ、クステアネロン、助けてスワローグ、うちがいるんだから負けないよ、命の重みを味わいなさい、殲滅退社、動かないでね、今祝福してあげるから、うちのとっておきを食らえ、逃がさない、同点技に超無意企画ふっはっ、クラールから離れる、殴ったね、重傷ね、はい、助けてスワローグ、うちがいるんだから負けないよ、命の重みを味わいなさい、隠れろ、いや眠るといいわ、逃がさない、殲滅開始、
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。Question philosophique.寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。Thank you.
On a fini le bonus de connexion. どけ、騒ぎを起こしたくはない。注射の時間よ。眠るといいわ。隠れろ。今だ。言うこと重傷ね。で見るとより壮観だね。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。争いに意味はない。
せい。はっ。うちがいるんだから負けないよ。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。手の施しようがないわね。薬を飲みましょう。ありがとう。殲滅開始。痛くないでしょ。ありがとう、クラーラ。忘れません。気をつけて、スワローグ。いや、逃がさない。今だ。うちってば、ほら。皆さんのお役に立てたかな。この鉱脈、これのために皆さんを見て。スバローグ、大きい鉱脈、これほどの地髄見たことない。計算中。平均採掘効率に基づき、この鉱脈はベロブルグのエネルギー供給を231日維持できる。誤差範囲は7日間だが、私をここへ呼んできたのは鉱石のためではあるまい。あなたの考えを言ってくれ、クラーラ。うん、スバローグに見せたかったの。たくさんの流浪者と甲府が怪我を負った。ここの人たちを助けてあげられないかな。双方の争いは止めた。採掘エリアもしばらく制圧が可能な状態。検討結果、30日間突然の変数が発生しない限り大規模の衝突は起こらない。それは分かってる。でもクラーラはこれじゃ足りないと思うの。採掘チームも支援の皆さんもスバローグの本当の思いを分かってない。みんなのためにもっといいことをすれば。私の使命は下層部を守ることだ。少数のサンプルから信頼を得る必要はない。人類の行為はいつも論理的な計算から逸脱する。クラーラ、彼らがここに現れたのがその証拠だ。セバローグ、前回のケリも一緒につけるわよ。支援所属のゼーレか。あなたたちの抵抗に意味はない。下層部に残るのが最良の生存戦略。計算結果は明らかだ。またあんたは計算結果だの生存戦略だの、あんたのくだらない話を聞いてる暇はないわ。さっさと手下どもを引かせなさい。痛い目に遭いたくなければね。見ろクラーラ、このように過酷な生存環境においても人間は分裂し逃走する。でもスバローグ、計算結果を覆そうとする人間は下層部生存戦略の多大なる脅威だ。計算完了。結論は一つ。最も効率が良いのは武力で遅延とその仲間を屈服させることだ。
それにセンスのある着こなし。え、まさかここで引くつもりじゃないよね。あの赤い服の女の子はどうなるの？行くぞクラーラ。外部からの変数が出現したから計算をやり直す。炉心を守るものが必要だ。ミルズ、お願い、あんまり痛くしないで。そろそろザコに飽きてきたところよ。ちょうどいいわ、付き合ってあげる。オッケー。クラールから離れる。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローブ。下手に動くな。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとうクラーラ。忘れません。一年のマナリ同点球技超無一角。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。お注射の時間よ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。命の重みを味わいなさい。怖くないんだから。隠れろ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。あ、OK。 Provocation empêche de taper à côté。 OK。聞かないのはないかよ。キュエル眠るといいわ。クラーラ、勇気を出さなきゃ。殲滅会社。大丈夫。クラーラから離れる。殴ったね。これぼっちはやだよ。あ、お注射の時間よ。痛くないでしょ。安心しろ。気をつけてスバローグ。平気よ。薬を飲みましょう。クラーラもみんなを守りたい。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとうクラーラ、忘れません。おう、言うことを聞かないのは悪い子よ。生死虚実、一年のマナリ同点球技超無一角。フッ、
勝ね。争いに意味はない。ほう。痛くないでしょ。安心しろ。注射の時間よ。薬を飲みましょう。ありがとう、クラーラ。忘れません。クラーラ、勇気を出さなきゃ。気をつけて、スバローグ。Évidemment。Passera pas. Ok.
Ah, pardon. Hello, petit chaton. Enfin, du moins. Désolé, j'étais en train de... Je te concentrais. T'as dit un truc, c'est pour... Alors, non, c'est pas Genshin du Bled. Alors, il y a... Bon, on reconnaît la patte de Yoverse, hein, on va pas se mentir. Puisque c'est les mêmes... C'est les mêmes qui ont fait Genshin, donc en fait tu retrouves plein de similitudes sur le sur les interfaces, tout ça, le système monétaire aussi qui est sensiblement pareil. Et par contre non, c'est un gameplay totalement différent puisque tu as du tour par tour. Qui paraît, on va dire, assez simple dans la forme, mais très compliqué dans le fond, quoi. Donc voilà, non, c'est pas, on pourrait dire, c'est pas le Genshin de Wish, c'est un style différent. Mais par contre, je trouve que le gameplay sympa à jouer. Alors voilà, ça fait pas très longtemps que je joue, mais je trouve sympa à jouer quand même. Voilà, alors après il faut aimer le tour par tour et tu retrouves ça, c'est moins dynamique, on va dire, ça reste un gameplay un peu plus posé, quoi. Voilà. Les animations sont super bien réussies, je trouve, moi personnellement. Alors je dirais ça ressemble à Genshin, pas tout à fait ça, quoi. Je reviens, 30 secondes.
Et redésolé. Salut Poète, comment tu vas? Alors, j'en étais. On va essayer de monter un peu tout ça. Renforcer. On va plutôt faire comme ça. Bah écoute, ça va, tranquillement. J'essaye de prendre le temps de jouer un peu, pas trop le temps en ce moment. Est-ce que j'ai fini là? Là. Non, il manque lui. Je vais avoir un peu plus de temps après. Allez, hop. Ok, donc là je devrais être fini. Forcer. Allez, on va repartir ça. Ça fait 30 secondes, mais une minute. Oui, oui, je... Ouais, ouais, un problème hein, à régler. Oui, t'inquiète, Poek, c'est déjà gentil de passer. Ok. Ah. Ça. Oui, oui, mais c'est gentil de passer, faire coucou. Ça fait plaisir, toujours. Pas de problème. Ah, je live un peu à des heures impossibles parce que le boulot, pas trop le temps de. De faire autrement, ça va se. Je vais avoir un peu plus de temps pour moi bientôt. Alors, hop. Allez, hop, ça on est bon. Tac, 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 il reste là. Ok, et enfin c'est là. Non. C'est... Ok. On peut rien faire. Ok. Ça on est bon. ために皆さんを見てスバローグ大きい鉱脈こ
これほどの地図見たことない。生死虚実、一年のマナリ。同点竜儀、超無一角。ふっはっ。下手に動く。Ça leur a fait mal déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait, c'est ça, ouais. Un petit mélange. On y retrouve les persos de dans le Kai Impact, tout à fait. Alors, Red Shadow Legend, moi je connais pas. Après, c'est vrai que les animations. Bah voilà, on reconnaît la patte de Yoverse, y'a pas de problème. Mais les animations, je trouve quand même vraiment stylé quoi. Et le gameplay est pas mou. Parce que moi j'avais peur d'avoir un gameplay un petit peu mou quoi. Et bah en fait, il y en a pas mal qui sont devenus accros pour écrire. Parce que je suis un peu la commu et en fait. Il y en a pas mal qui sont rendus accro. J'avoue que je me suis un peu, je pense, parce que j'aime bien le style et je pense que je vais le défendre. Hein. Je pense pas même, je pense que je suis sûr de le défendre. Hein. Et je pense que je suis devenu accro aussi, et je pensais pas pourtant, parce que c'est même si le style est bien, hein, t'as toujours peur de pas savoir si... Ouais. Mais non. Ah oui, alors toi t'es vraiment accro, hein. Ouais, effectivement, là t'es... Ah oui, t'es vraiment accro, là. Ah ouais, à ce niveau-là, c'est... Ouais, c'est chaud. Bah, mais tant mieux, écoute, c'est toujours bien d'avoir un jeu qui plaît, quoi. C'est toujours plus agréable. Ah ouais, non, c'est quand même un petit peu accro quand même, là, oui, on peut dire ça, ouais. Alors attends, je vais te protéger là. Deux comptes en sachant que le premier est déjà 33, oui. Alors après, oui, parce que d'après ce que j'ai compris, t'es vite arrêté, enfin t'es vite arrêté, façon de parler, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu avances à un moment, t'es bloqué, parce que voilà, il faut que t'attendes... Que les choses se débloquent, on va dire, avec les jours et tout ça. Et donc, en fait, ça te permet d'avoir du temps pour autre chose. Et toi, au lieu de partir sur un autre jeu, bah, t'as créé un autre compte, quoi. Ouais, non, mais bref, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça veut dire qu'avec ton deuxième compte, il m'a également doublé quoi. À un moment. Là, je crois que c'est. C'est cure de désintox assuré. Seishi Kyojitsu, 1年のManari.
同点球技超無意企画ふっはっ。注射の時間よ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。Eh ben dis donc. Et du coup, quand tu seras bloqué avec le deuxième, tu fais un troisième ? Ah, vous répondez pas oui. C'est pour se donner bonne conscience.言うことを聞かないのは悪い子よ。さあ、眠るといいわ。D'accord. Le main 34, putain.Fuchsia est bien, oui. Oui, bien sûr, Fuchsia est bien. De souvenirs avec des persos que t'as. Avec des persos que t'as. Laisse-moi réfléchir, hein, que je me rappelle. Ouais, tu peux l'intégrer dans la team qu'on a fait, mais après, bon, pour l'instant, comme je t'ai dit, faut pas trop que tu t'écartes. Mais oui, c'est un perso que tu pourras monter. Il faudra que tu essayes son gameplay pour voir un peu comment elle se joue, mais très très bien, oui, très très bien, oui. Ah, tu l'as pas sur ton compte, d'accord. Je croyais que tu l'avais eu, c'est pour ça.Oui, mais très très bien, Fischel. Après, tu verras, t'as. Clairement, tous les persos sont bien. Tout dépend, le gameplay que t'aimes jouer, tout ça. Ouais, alors moi, je suis pas très archer d'une manière générale. Voilà, mais en fait, tout perso, Amber, pour ceux qui l'aiment, elle est bien, quoi. Heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes persos, j'ai envie de dire. Ah oui, je sais, ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que dans les connaissances que j'ai, je connais personne qui joue Amber. C'est vrai. Là-dessus, on peut pas dire le contraire.Tout le monde aime Zhongli, oui, ça, c'est sûr aussi, mais il y a le charisme aussi là. Parce que ce perso a du charisme. Mais vraiment. Et la Shinobu, Shangyun, Xianling C3. Et Bennett. Bennett était très bien, moi je m'en sers beaucoup de Bennett.Très très fort Bennett. Ouais, je suis d'accord avec toi pour être très très fort Bennett. Moi personnellement il m'a sauvé plusieurs games au début. Donc oui Shangyun. Moi j'ai pas de soucis, j'ai joué au début. Xiangling C3 très bien. De toute façon Xiangling tu l'utilises, t'as bien vu. Donc oui, après le...
Zinchu très très bien. Zinchu très très bien, meilleur. Alors je dirais sans me tromper, meilleur 4 étoiles hydro. Alors, je pense qu'on est sur du meilleur 4 étoiles hydro. Applique l'hydro divinement bien. Voilà. Moi, ta Song Zinkyu, bah, comme tu peux voir, quand je joue ma team principale, il est dedans. Donc voilà, là, c'est moi j'adore. Personnellement, c'est il applique l'hydro super bien. Yojin C1, je suis. Enfin, je suis toujours pas fan, j'ai toujours pas changé. Je suis toujours pas fan des persos Géo, à part Zhongli évidemment. Hein. Zhongli le Goth. Hein. Mais je donnerai pas trop d'avis sur les Géo, parce que je joue pas de perso Géo. Mais je. Alors je vois, non, je sais pas trop. C'est vrai que. Ouais, j'ai pas testé vraiment. Oui, Zhongli, c'est le GOAT, vraiment. Voilà, c'est le papa, c'est le. Il est là. D'ailleurs, c'est pour ça que je le joue aussi. J'ai mis très longtemps à l'avoir, mais c'est vrai que. Il est vraiment. C'est vraiment très bon perso. Qui a priori n'était pas le cas au tout début. T'es loin d'être. T'es loin d'être bien. Mais la modification qu'ils ont fait dessus l'a rendu vraiment exceptionnel. Quoi. Non, j'ai lâché l'ulti, j'aurais pas dû. Ah, j'ai lâché l'ulti, j'aurais pas dû. Bon, mais tant pis, t'as ça. Doris, c'est pareil, c'est pas les persos les plus joués. Je suis pas. J'avais beaucoup d'espoir en elle, mais j'étais un peu déçu. Ouais, ouais, clairement, elle est stylée, tout ça, mais voilà, pour moi, ils ont raté un truc. Voilà, j'aurais dû garder mon ulti pour là. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai besoin de soigner? Non, pour l'instant, ça pourrait le faire. On va essayer de. On va au moins tomber un. Shongyun, c'est du. C'est la même chose que Keiya au niveau des artefacts, il est glace. Non, ce soir je bosse, Pouek, donc là je fais un petit live encore, je vais rester encore une heure et puis cette nuit je bosse. Donc de toute façon, demain après-midi je vais pas avoir le temps parce que j'ai un Eva avec les copains. Donc du coup, demain soir sûrement, il y a des chances que demain soir, quoi que ça dépend à quelle heure je vais finir l'Eva. Ouais, on va dire peut-être en deuxième partie de soirée, ou alors après les prochains jours, je suis en repos de toute façon, donc je vais être là. Ça marche, Pouek. Allez, à la prochaine. Bonne soirée à toi, ciao ciao. Du coup,
est-ce que ça vaut le coup? Ou je l'arrache, ou ouais, je vais l'arracher. Tant pis, on va tenter de. Ok, il a mis provocation, donc à partir de maintenant, je peux plus rien faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger de façon. Ah ouais, ça pique quand même. Ah mais c'est suicidé, d'accord. Après Shangyun, faudra que tu fasses diaf. Faudra que tu fasses diaf à Shangyun parce qu'il me semble. Il me semble que quand il joue, il fait une. Alors, il me semble pas, j'en suis sûr. Hein. Mais il fait une zone. Alors, je sais plus si c'est sur le E ou le. Ou l'ulti en fait. Il fait une zone au sol. Et faire gaffe parce que cette zone applique glace. Et en fait pour des persos en fait qui vont taper par exemple un autre élément, ben en fait cette zone là infuse l'arme du perso du personnage qui est sur le terrain. クララ気にすることないわ。いつもスバローグの後ろについてる子なの。スバローグは彼女を傷つけたりしないから。私も初めて会った時は理解できなかったけど、今ではもう当たり前の光景よ。さて、ボスを探しに行くわよ。その必要はない。よくやってくれたな、ゼーネ。さっきは四方から現れたロボットに襲われて長い戦いになると思ったんだが。Par exemple, Shangyun est un problème pour là. Parce que là, ta physique, mais elle est de l'élément glace. Donc du coup, on la monte physique. Mais quand elle se retrouve avec Shangyun, Shangyun applique la glace sur son arme à Ela et du coup, elle tape plus rien. こいつらね、散歩がどっかから連れてきたよそ者よ。遅延に頼み事があるらしくて一緒に来たの。ほら、説明は自分でして。初対面から生意気なやつだ。覚えておこう。で、こうまでして遅延を訪ねてきたのは何か目的があってのことなんだろう。上でそんなことがあったのね。面白いじゃない。これは今までにないことだ。遅延が地下のことでバタバタしてるときによそ者が手助けに来るとはな。お前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密といえばある人物を思い浮かべる。今の大守護者はペテン氏だ。言葉巧みに仮想部を騙し、俺たちの命などちっとも気にしない。そこまで。
これ以上大守護者様を侮辱すると私が許さない。上層部の娘さんよ、耳障りかもしれないがこれが真実だ。信じられないというなら町の人に聞くがいい。この十数年間どう生きてきたのかをな。下層部の恨みは二言三言じゃ説明できないぞ、シルバーメインの小娘。だがここはお前の意思を尊重して大守護者の話はやめるとしよう。では本題に戻って、俺が思いついた人物はスバローグだ。スバローグってあんたたちの敵じゃないの？地下のロボットがどうしてそんな重要な情報を握っている？敵？俺はそう思わんな。このお兄さんが言ったようにあれは冷たい機械だ。自分の計算しか信じてない。スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば俺たちのことなんか眼中にないのさ。やつはかの戦争を経験した古のロボット。古いものを探すならあれほどいい情報源はないだろうな。見た目で判断しちゃダメだよ。うちだって何百歳だけどわからないでしょ。俺が知る20種以上の調整種族にお前みたいな見た目のやつらはいないが。もうフォローしてよ。ロボットは忘れることがないからな。スバローグでさえ性格の存在を知らないなら俺たちは力になれない。ならスバローグと会話のチャンスを作らなければならない。それかメモリーを渡してもらう。うちらで探してもいいし。どうした？俺たちもずっとヤツと交渉しているんだが毎回拒まれていてな。ヤツは遅延は脅威だと信じ込んでるんだ。だがお前たちなら話が違ってくるかもしれない。まあ何とも言えんが、具体的な方法は明日にでも話そう。もう遅いしお前らも疲れただろう。俺が手配してやるから町に帰って休むといい。また休憩なの？この世界の休憩にはトラウマが。それからシルバーメインの小娘、二人っきりで話したいことがある。いいか？私がオレグさんの客、ゲーテレストランへようこそ。あ、上層部の立派なゲーテホテルを見たのね。嫌な思い出が蘇ってきた。あそこはレストランの支店よ。数百年前、ゲーテ家の先祖が何の元でもなしに事業を起こしたの。自分はいつか成功するって信じながらね。で、その夢はやがて叶い、地上にも支店を開いたってわけ。夢を叶えるために努力したんだ。なんだかうちらも頑張らなきゃってなるね。オレグさんからはよくもてなしてくれって言われてるわ。はい、ルームキーよ。一番くつろげる部屋を用意したからゆっくりしていって。ねね、どうする？もう寝る？それとも周りを歩いてみる？やっと一休みできそうだね。あのオレグっておじさん、誠実そうな人だったよね。二人はどう思った？ふ
まるで炭鉱みたいに話すんだね。俺は関係がないだろ。俺の思うに警戒は怠らない方がいい。うん、炭鉱の言う通りだね。この前もホテルで裏切られたばかりだし。ならば今夜の見張りを決めるとしよう。見張り？そんな前時代的なことやるの？あれってファンタジー小説の冒険団がやるようなことでしょ？急に眠気が。わかった。睡眠欲はさほど高くないからな。俺がやろう。私にやらせて。ブローニャ、オレグさんとの話は終わったの？意地悪なことをされてないよね。大丈夫。でも話がうまく噛み合わなくて納得できない部分もあった。一度に大量の情報が頭に流れ込んできたから今夜は眠れそうにないの。もし私のことを信頼してくれるのなら見張りは任せて。信頼してないわけじゃないけど、ブローニャを一人にするのが心配で。だってシルバーメインの一員だし、うちらよりトラブルに巻き込まれる可能性が高いでしょ。確かにその可能性はあると思う。シルバーメインはここの人たちに苦痛をもたらしてきたから、もし誰かがカカリア様を止めていてその結果を教えていたなら。いや、今さらこんなことを言っても意味はない。心配しないで。遅延のオレグは身の安全を保証すると約束した。彼のような人物ならきっと約束を守ると思う。だからあなたたちは早く休んで。On en parle des bruits chelous. あの子を失ってしまった。私の願望も貴様らが言う計画も何の意味がある。悲しみを捨てよ、悲しみを捨てよ。
娘だったのに、たった一人の魂のない貴様らに何がわかる。永遠に分からないわ、永遠に。そなたは彼女を失っていない。彼女は向こう側でそなたを待っている。新世界ボゲ集合者また、あの声が聞こえる。不気味ない。もう眠れそうにない。散歩にでも行こう。そこにいるのは誰？なんだ、あなただったの。次は後ろから近づかないで。私が武器を持ってたら怪我を負わせていた。あなたも眠れないの？その気持ち、わかる気がする。考えるべきことが多すぎて、その不安が悪夢になって現れているんだと思う。今は誰もいないし、この機会に一つ聞いてもいい？もし性格を見つけることができたら、確実に寒波を止められるの？そんなに自信あるんだ。逆に不安になってきた。子供が雪だるまを作るみたいに簡単なことじゃないと思うけど、本当はあなたたちの言葉をそう簡単に信じられそうにないの。ベロブルグで生きる人にとってあまりにも想像ができない話だったから。カカリア様の命令こそ、つまりあなたたちを捕らえろという命令こそが私にとって合理的なものだった。でもカカリア様は最初そういった命令を下していなかったのも事実。きっとあなたたちの中に何かを見てしまったんだと思う。私には見えていない何かを。このことが私を悩ませている。何があったのかはわからないし、急に態度を変えた理由も不明。でも命令は命令、軍人は命令を疑ってはいけない。弁解の余地をくれるんだ、ありがとう。でも私自身も何度か疑ったことがあるの。最終的にいつも責任感の方が勝ってしまうんだけどね。これまで上層部の兵士たちが前線で何人も命を落としてきた。それでも劣界の広がりは一向に止まらない。カカリア様は全てのシルバーメインを前線に移動させた。上と下を往来する道を封鎖し、供給と地髄の交換を行う道だけを残した。そして私もその決定を受け入れた。まさかシルバーメインを失った下層部がこれほどまでに苛烈な環境になるなんて。お母様の判断は間違っていたのかもしれない。でも私ではあの方の考えを変えることができないの。過去に進言もしたけど聞き入れてもらえなかった。もうどうしたらいいのか私にはわからない。私と一緒に守護者様を説得する気？でもお母様はそう簡単に考えを変える方じゃない。それは私が誰よりも知っている。考えれば考えるほど迷走してしまう。進むべき道が分からなくなるの。私はただベロブルグの民に良い暮らしを送らせてあげたいだけなのに。
なたの言う通りかもしれない。私ももう少し考えてみる。ねえ、散歩に付き合ってくれる？下層部を歩いてみたいの。今はしばらくこの悩みを忘れたい。こうやって歩くのはいつぶりだろう。まさか知り合って間もない人と慣れない街を歩くことになるなんて。ここは静かすぎて少し落ち着かない。周りが静かだと頭の中の騒音が大きい。大工区の流浪者たちが罪のない採掘者たちを襲ったのもきっとやむを得ず仕方のないことだったんだと思う。ただ理由はどうあれ、悪事に手を染めたことは事実。こんな複雑に絡み合った状況の中で秩序を守る者はどう公正と条理の天秤を守れば。手持ちの物資はどれくらい持ちそう？今のはゼーレの声。見に行きましょう。分かった、リベットタウンまで行って物資を取ってくる。でも一人じゃ危ないわ。オレグに行って誰か人をよこしてもらったら。おじさんたちだって何日も寝てないんだし休ませてあげないと。それに無理してついてこられても足手まといになる。あんたも言ったでしょ、ひどい怪我を負った興奮がいるって。今は一刻を争う事態だから。なんで休んでないの？てかこんな時間に何してんのよ。まさかやましいことでも企んでるんじゃないでしょうね。眠れないから散歩していただけ。証拠もないのに決めつけるのはやめてくれる？あっそ、じゃああっちに行って。待ってゼル、この人たちなら君の力になってくれるかもしれない。前々から主人公オーラを感じていたのはそれが理由だったのかしらね。実は前の航空事件で負傷者がたくさん出てしまったの。それで診療所は常に満員状態。君たちが騒ぎを収めた後から私とゼーレは負傷者の治療にかかりっきりなのよ。君たちも知っての通り地下の資源は豊富じゃない。そして診療所の医療物資も残りわずかだから、どこかで調達しないといけないの。他の町はここより状況が悪いのよ。コークに流浪者が増えたのも劣化が地下にまで広がったのが原因よ。あちこちうろついてるモンスターどものせいでどの町も被害を受けてる。生きるために必要な設備も劣化に飲まれてしまった。その中から何かを取り出そうとすれば命を落とす危険だってあるんだから。興奮しすぎよゼーレ、体に良くないわ。私もゼーレもこの町で育ったわけじゃないの。北にある工業の町から来たのよ。今は町の中心部がほぼ劣化に侵食されているわ。もともとはそこで孤児院兼診療所をやっていたんだけど、侵食が発生して仕方なくこのボルダータウンにやってきたってわけ。より多くの人を治療するには自分が生きていなきゃいけないでしょ。つまり侵食された町から使えそうな物資を集めればいいってこと？それなら私にも手伝わせて。あなたも一緒に来るの？
れてるみたいだけど。待ちなさいよ、許可した覚えはないわ。人命に関わることなら人手が大いに越したことはないと思うけど、私も列界には入ったことがあるし、きっと役に立つと思う。ふん、じゃあ足手まといにならないでよ。ゼーレは拒んでいないわ。君たちの同行を認めたようね。大勢で行ってくれるのなら私も安心できる。じゃあ必要な物資をリストアップしてあげるから待ってて。行き先はリベットタウンよ。北の参道に沿って行けばすぐ見えてくるわ。まずはそうね、骨を固定する鋼板と包帯が切れそうなの。リベットタウンの中心部に市場があるんだけど、住民たちが避難するときまだ品物が積んであったわ。そこを探してみるといいわね。次は医療用アルコールこれは孤児院にたくさんあるわ。子供たちがしょっちゅう喧嘩してたからね。避難するときにそのままにしてきたから探してみて。ただ期限が切れてないといいけど。最後は鎮痛剤、古い実験室に在庫があるはずよ。懸念点はモンスターに破壊されていないかどうかね。これらがあればひとまず十分だわ。ただくれぐれも気をつけて、無理はしないように。鋼板と包帯、医療用アルコールに鎮痛剤ね。覚えたわ、任せて。夕方までには帰ってこられるようにしましょう。怪我人たちの治療が終わればやっと私も患者たちの悲鳴地獄から解放されるわ。私たちがここに来てなかったら本当に一人で列界に入るつもりだったの？そうだけど。何よ大げさね、とっくに慣れてるから平気よ。あまりに無謀。シルバーメインの軍機では列界の調査は4人1組で行うことになってる。その上専門の通信官を同行させる必要もある。はあ？何言ってるの？今あんたも言ったじゃない、それはシルバーメインの軍機なんでしょ。着いたわ。ここがリベットタウンよ。懐かしいね。行きましょう。足元に気をつけて。ここに来るのは久々なの。きっとまたモンスターが増えてると思うわ。ここじゃ何も見えないわね。もっと高いところを探してみましょう。Et... Donc le portail ici. Achi, あの丘の上にある建物がナターシャが管理していた孤児院よ。オレグさんが私を拾った後あそこに送ったの。幼少期の半分は孤児院で過ごしたわ。ナターシャの話ではどこぞの富豪がお金を出して建てたそうよ。何はともあれきっといい人なんでしょうね。子供の頃は何の心配もなく過ごしてきた。今思い返すと懐かしいわねどうしたのよ、
さっきからずっと黙ってるけど。いえ、ただどこかで見たことあるような気がして。なんでもないから気にしないで。変なやつ。下を見て、屋台がごちゃごちゃ並んでるのが見える？あれがリベットタウンの市場よ。ナターシャが求めるものもあそこにあるはずだわ。モンスターに気をつけて進みましょう。J'avance. 気をつけて、敵よ。見たところ、流浪者でもなさそう。今さら後悔しても遅い。うちってば、なかなかやるじゃん。生死虚実、一年の間、同点劇、超無意企画。うちの出番。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローブ。うちに出くわすなんてついてないね。お注射の時間よ。眠るといいわ。町で一番の人気店だったわ。いい子にしてるとナタがここに連れてきてご馳走してくれるの。あなたも来たことがあるの？私がいい子に見える？大丈夫。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。気をつけるわ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。今さら後悔しても遅い。ないね。動かないでね。今祝福してあげるから。命の重みを味わいなさい。un petit coffre, allez。よく整備がされている。長い間放置されていたようには見えない。そういえばそうね。まさかまだ人が住んでるとか。そんなことありえるのかしら。
あっちに箱がたくさんあるわね。探している物資かもしれないわ。モンスターに気をつけて。避けられそうに。今さら後悔しても遅い。生死虚実、なかなかやるじゃん。一年のマナリ、同点技能、超無意企画。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。言うことを聞かないのは悪い子よ。眠るといいわ。隠れろ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。Wow. Cela, on va pas les boucher. Ok. Commence à être un peu plus dur. Clara a suriyon no buhin sai areba daijoubu. Kikenshitsu joushou. Zenpou ni target shitsugen. 29. Je crois qu'il va me tartiner celui-là. Je crois que c'est pas pour de suite. うちのとっておきを食らえ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。気をつけるわ。今さら後悔しても遅い。うちがいるんだから負けないよ。
お注射の時間よ。眠るといいわ。怖くないんだから。隠れろ。クララもみんなを守りたい。助けて、スバローブ。Le contre est vraiment très fort. Minasan no yaku ni tateta kana. って箱の中身を物色したりするのかしら。劣界の生き物は人類の物資を必要としない。仮に奪うとしてもこんな丁寧に持っていかないと思う。ってことは誰かに先を越されたってこと？多分そう。それにほら、地面に足跡らしきものが残ってる。土の匂いが真新しい。ここを離れたばかりのようね。行くわよ。この市場を丸ごとひっくり返してでも物資を手に入れないと。あ、エリック、このガキンチョ、どうして一人でこんなところに来たのよ。ここがどんだけ危険な場所か分かってる？ゼーレ、別に俺がどこにいようが関係ないだろ。俺は行きたいところに行く。ほっといてくれよ。物資をどこにやったの？なかなかやるじゃない。でも私たちがここのモンスターを倒してなかったらどうする気だったのかしら。ただ隠れてずっとビクビクしているつもりだったの？余計なお世話だ。逃げようと思えばすぐ逃げられたし、大人の助けなんかいらねえから。まったく、口の減らないやつね。じゃあ教えてくれる？モンスターたちを前にしてこの鉱板をどうやって運ぶつもりだったの？それはどうにかなるかなって。騙されてるのよあんた。こいつは有名なコソ泥なの。私の記憶が正しければ今着てる服も他のガキから盗んだものよね。それは言いなさい。後半と包帯で何をするつもりだったの？こっちは人の命がかかってるのよ。200は200シールド。私の聞き間違いじゃないわよね。この状況で交渉するわけ？高くはないけど、あいにく今はお財布を持ってない。本気で渡すつもり？言ったでしょ？こいつはコスト泥で、これもいつものやり口なのよ。違う、後悔は違うんだ。お金が必要なのは親父が。また親父を言い訳にするのね。おじさんが知ったらあんた大変なことになるわよ。ゼーレ、もうやめてあげて。エリックっていうのよね。これを持って行って。 これは勲章。剣奏者が授けてくれたもの。真ん中にある青い石が見える？これは最高純度の地髄結晶なの。
家族のためにお金が必要なんでしょ。目利きができる人に売れば一目でその価値を分かってくれるはず。ありがとう姉ちゃん。俺でも一つだけ約束して、今後絶対に物を盗んだりしないことできる？分かった、俺絶対もう盗んだりしない。じゃあ指切り、嘘ついたらシルバーメインが捕まえに来るよ。落とさないようしっかり持って町に帰って。途中の邪魔者はお姉ちゃんたちが片付けたから。 ありがとう名前の知らない姉ちゃん。ここにあるもの全部姉ちゃんたちにやるよ。そのあんたたちも気をつけてな。なんか高いところの建物にすごく恐ろしいやつがいるらしいからさ。あ、そうだ、一番前の道は塞がれてるんだ。この先に進むなら商店街を迂回した方がいいぜ。わかった、ありがとう。あれ、結構大事なものだったんじゃないの？あんな簡単にエリックにあげちゃって大丈夫？あの子が改心するならあれくらい大したことない。ふん、もし改心しなかったら？幼い頃お母様に教えられたの、人々の心にある善意を守れって。たとえ自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだと。ゼレ、私はきっかけを与えただけ。他の人があの子に与えられなかったものをね。何を言ってるんだかさっぱりね。ほら行くわよ。エリックが言ってたわよね、この先は商店街を迂回した方がいいって。確かこっちだったはずよ。修理用の部品さえあれば大丈夫です。この道で間違いない、ここを通れば孤児院に着くわ。ここのお店と看板、見覚えがある。Ah, je peux pas me permettre. Il va me dérouler. Niveau 24, je suis pas certain de le passer. Quoique, c'est en combien? Niveau 24, je crois. Doke, Sawagi o okoshitaku wa nai.生死虚実、一年の同点元気、超無一角。ふっ、はっ。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。薬を飲みましょう。安心しろ。
今さら後悔しても遅い。ついっ、はっ、殴ったね。うちの出番。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローグ。動かないでね。今祝福してあげるから。お注射の時間よ。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。怖くないんだから。気をつけて、スバローグ。今さら後悔しても遅い。争いに意味はない。せい、はっ。うちがいるんだから負けないよ。逃がさない。殴ったね。手の施しようがないわね。薬を飲みましょう。ありがとうクラーラ、忘れません。いや、生死虚実、一年のマナリ、同点元気、超無一角。ふっ、はっ。très bien。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。言うことを聞かないのは悪い子よ。痛くないでしょ。ありがとうクラーラ、忘れません。殲滅開始。逃がさない。クラーラもみんなを守りたい。助けて、スバローグ。On va voir. Ça risque d'être compliqué. Du coup. Tamani va 真面目に行こっか。
うちのとっておきをくらえ。下手に動く。レジスタンスグラス。ユッピー。うちの出番。OK、そうだ、フェア。うちがいるんだから負けないよ。殴ったね。あおい。あおい。どけ、騒ぎを起こしたくはない。ありえ、さあ、ルパーさあ、パFive and 9 là, on se rend. ここ上がれば個人の入り口よ。どうなってるかしら。もしかしたら懐かしいものを見れるかもしれないわね。この階段、随分と狭くなった気がする。真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。今さら後悔しても遅い。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。お注射の時間よ。重傷ね。怖くないんだから。殲滅開始。争いに意味はない。せいっ。はっ。うちの出番。ほら、言うことを聞かぬ。眠るといいわ。守りたい。
今さら後悔しても遅い。今だ。動かないでね。今祝福してあげるから。殴ったね。手の施しようがないわね。綺麗に保たれてるみたいね。あの時も。OK, on va s'arrêter là pour ce soir. On n'aura pas le temps de continuer plus loin. On reprendra ça la prochaine fois. Je vais faire les donjons hors live et puis voilà. Pour tenir l'énergie à zéro. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis.Pour sûrement à demain. Ciao, ciao à tous.